ピルミン・ツルブリュケンピルミン・ツルブリュケンは、スイスの男子アルペンスキー選手。1980年代中盤より活躍した、スイスが誇るオールラウンダー。マーク、ジラルデリと並んで1980年代を代表するアルペン界のスターである。実前のハイデー・ツルブリュケンも有力な女子、アルペンスキー選手であった。また遠い親戚として、 現在回転を中心に活躍中のシルバン、ツルブリーケンがいる。1980年12月に FIS ワールドカップにデビュー。1982年3月にイタリアサンシカリオで行われた FIS ワールドカップ大回転最終戦で初勝利。1984年にはサラエボオリンピック、格好で4位に入ったほか FIS ワールドカップ総合優勝。 同じく大回転の種目別チャンピオンも獲得し、国際的な注目を集める。翌1985年には、世界選手権の3週間前に行われた、オーストリアキッズビュエルでの FIS ワールドカップ、格好において、右膝じ帯を損傷する怪我に見舞われるも、イタリアボルミオで行われた、世界選手権本番では、元気な姿を見せただけでなく、格好、 アルペン複合の2種目で金メダル、大回転でも銀メダルに輝いた。1987年には FIS ワールドカップ総合優勝に加え格好、スーパー大回転、大回転の種目別チャンピオンとなり、世界選手権でも大回転、スーパー大回転の2巻を獲得した他格好、アルペン複合でも銀メダルとまさに向かうところ的なしの大活躍。 翌1988年もカルガリーオリンピックでの活躍のほか、FIS ワールドカップ総合優勝、格好、スーパー大回転の種目別チャンピオンと黄金時代を迎えた。1989年は FIS ワールドカップの総合優勝こそ逃すものの、スーパー大回転、大回転で種目別チャンピオンを獲得。ツルブリュッケン、ジラルデリに。 アルベルト・トンバを加えた三強時代はまだまだ続くかと思われたが、同年8月にオーストラリアスレドボで行われた1989、1990年シーズンの FIS ワールドカップ開幕戦において、ツルブリケンは同シーズン限りでの引退を表明。最後のシーズンを FIS ワールドカップ総合優勝、スーパー大回転の種目別チャンピオンで、 飾り優秀の美を飾った。引退後は、両親とスイスセルマットと記事においてホテルを経営している。ありがとうございます。